大武道の変則十字路の夜です。多分8時20分ぐらいかな。まだ道は混んでます。パサールは何ヶ月か前の雨の火事のため電気がまだ復活してませんので夜は営業してません。こんな感じです。今王宮で定期公演やってますが、定期公演の終わったところの観光客をビデオで撮ろうかなと思ったんですが、こんなに外にもいるんですよ。この人たちはこのままウブドに泊まるのか、それとも帰ってしまうのか、ね、今日ね今歩いてるとインド人多いんですよ。インド人半分に近いほど、ツーリストの半分に近いほどインド人系です。はい、ここが火事のため、この右側あの屋根がすすけてますよ、こちら入り口もすすけてますわ。ということで、これ外でテント小屋、テントという店やってます。チューバーイドル、ほらインドです。こういう感じで駐車場、ここは駐車場でないね、ここは広場というか広場にお店が出てます。ね、この人たちが市場の建物の中に入るのはすごい喜んでしょ。これまだ市場のパスあるブランティン、このお寺が残ってるからね、1990年のパスあるは私は思い出せるんですが、この辺りもね、小さい店がいっぱい並んでまして、その頃はね。さあ、ビデオはこの辺で終わってもいいんだけど、とりあえずもうちょっと行ってみますか。で、このこの雑踏を残してきます。これは毎年毎年、これが人は増えていくんでしょうね。お店はこんな感じでだと思いますが、マイパサールはもう終わりの雰囲気です。今日はこれでこの風景撮って終わりにしますかね。この雑然としたというか、雑のようなウブドの風景を見てお別れします。
はい、ここはね、突っ込んでますよ。シンプルスペシャルです。はい、とね、そろそろ春馬、ゴータマに着きますので、そのまま帰ります。ではね、はい、ゴータマもついでに撮ってきます。ゴータマ通りです。すごい人通りですよ。これ並んでます。これはジスイバイテルパリ料理屋。いきなり並んでます。オープンしてすぐです。ここもトロ寿司も混んでます。昔ながらの店がちょろちょろとありますが、大体にしてちょっとおしゃれな店が増えてますね。これあさってガルンカンのペンジョールの準備が始まってます。ローカルワールドも頑張ってます。一時期の混んでる時よりは少ないかな。もっとね、肩がぶつかりそうなぐらいの人通りですよ。普段はまたそういう時期が来るんですかね。はい、ビアビアも混んでまーす。新しい店でスパが多いな。レストランも多いけどスーパーも入って多いね。年々家賃が高くなるのはこういう店もそれ変わってきますよ。これ小さい店が残ってますが、家賃が年々上がってきますので、出店する店も変わってきます。ね、この店はまだお麺屋さんが残ってるのが不思議だね。わあ、ここ流行ってた店だったのにね。はい、ゴータマ。ベビーシータにぶつかりました。ベビーシータを渡って
ゴータマ南、ゴータマスラタ。もう行きます。ジェラートの店も結構ありますね。あんまり新しい店というか食べるところとかね、デザートの店興味ないのであまり店を見てません。説明もできません。はい、スラタンもうちょっと先になんですが、私はバイクをここに停めましたので、はい、ここで終わります。